こんにちは、日本海各島、くつざわです。どんこう様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して、政治活動資金にさせていただきたいと思います。26日朝、昨日ですね、フランスの高速鉄道 TGV のパリと地方をつなぐ複数の路線が放火などの破壊行為を受け、運行が乱れるテロ発生、パリ五輪を妨害するためと見られると、26日の昼間開会式やったのかな、世論です。テロが始まったな、派手にやってんな、終わりの始まり、本場のアンチ五輪はすごいな、フランスにもパヨがいるんだな、警備が全く足りてないっていうのは本当だったんだな、予告じゃなくて実行したのか、フランスには活動家が大勢いるからと、いや血の気多いっすね、さすがね、革命成功させて王様の首切っちゃった国ですからね、幕府がなくなっても公爵になれた徳川慶喜とは大違いであります、そこまでして五輪に反対する理由が全然わかんないんですけどね、破壊的反社会的行動を繰り返すものは脳が小さいって結果も出ちゃってることですしね、全身を青く塗ったおっさん、マリー・アントワネットと思われる自分の生首を持った女性、ほぼ全裸のアーティストが情熱的に歌う、あとひげ生やした女装のダンサーのおっさんが、尻を出しながら情熱的に踊り狂ったみたいですね、パリ五輪の開会式が前衛的アバンギャルドな大胆演出だったそうであります。英国メディア大惨事記憶に残る最悪の開会式開会式、ブラジルメディア開会式は混乱、テレビ用に作られた見せ物と、評判悪かったみたいであります。世論です。これ一体何事なの。イギリスが批判するのは義務、よし、もうみんな東京のことは忘れたな。多様性を強調しすぎて化け物しかいなかったな。平和の祭典のはずなのに生首出すとかと、東京の開会式もひどかったみたいですね、覚えてないですけど、見てないですけど、わかめ踊りとか出たらしいですね、試験です。ひげを生やした女装ダンサーや肥満の自由の女神などポリコレ全開だったみたいであります。 LGBT のお祭りのですね、レインボーフェスティバルみたいな様相だったんでしょうか。地元パリでも全然盛り上がってないみたいなんですよ。みんなね、スマホで自分の好きな動画見てんでしょうね。ゴリなんか見てねえでね、家族がお茶の間に集まってテレビに釘付けなんていう光景はもう見られませんね、世界中で。パリ五輪48番目に登場した韓国選手団を北朝鮮選手団と紹介してしまう。まあこれね、サウスコリアをノースコリアって言い間違っちゃったんだろうな。韓国メディア大騒ぎ、謝罪せよ、耳を疑う大事故、五輪組織委員会がどのような対応と謝罪をするのかが注目される。なんか謝らせたいみたい。ダメだよ、こいつらに謝ったら永遠に粘着されるんですからね。そこまでのことがって話なんですけど、世論です。また始まった、韓国と北の違いなんて誰も気にしてないだろう。 K-POP が世界中で人気のはずなのになぜ。抗議として全種目ボイコットすればみな幸せ。そうだね、韓国選手団全部全競技ボイコットしたら抗議するため、フランスが韓国ごときに謝罪するわけない。アジアの端っこなんか興味ないだろ、どうでもいいだろそんなことは。確かに北朝鮮に失礼と、自分らが世界の中心って思ってるからね、韓国って。フランスがアジアの国の区別わからないんじゃないんすか。我々だってね、アフリカの国、正確な場所とか名前とか全然わかんねえもんね、専門家でもない限りね。一般の人はよ、韓国にしてみればこれをどうにかして賠償金くれって持っていくかがたがりの腕の見せ所ですね。連中にとって謝罪はたがりのゴングが鳴ったということなんですよ。これで終わりじゃなくて、80年前の戦争のことを未だにうだ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 言ってる粘着国家だし、よりにもよって面倒くさい国で
言い間違えちゃいましたね。わざとかもしんないけど、未だにどこの植民地支配についても謝ってないフランスが韓国に謝ると思えないんですけれども、まあうるさく言ってきたら、あの経済制裁でも入国禁止でも何でもしちゃってください。ニコニコ動画ついに復活、8月5日からついでに新バージョン、新ビジュアルになるみたいであります。世論です。プレミアムのヘリえげつなさそう、大会は8月中旬から随時で草、前期アニメの終盤とか配信してくれないの、漏洩した人への保証は、やっと大会できる、勢い余って消えた動画も復活してほしい、被害の報告と再発防止に向けた取り組みとかないんか、生画復活はありがてえわ、ただで、漫画読めるニコニコ生画っていうのありまして、私もあのチラッとあの見せたことがありますけれども、あまりにあの量が膨大で、追いつかなくなってやめました。人が戻るのか過疎るのか、コメント付きでアニメ見てた人は嬉しいね。停止中のプレミアム料金は返金されるみたいであります。プレミアム解約は8月中旬からの受付だって。個人情報漏れが嫌な人の解約祭りになりそうですね。ニコニコからあの私毎月数千円のクリエイター奨励金ってやつもらってたんですけれども、復活したらもらえるみたいであります。普段は動画上げ終わってすぐに削除しちゃうんですけど、爪に上げてニコニコに上げらんなって動画ファイルが6月8日分から保存してあります。復旧したら 2ヶ月分上げるの大変だな。6月8日以前に上げてた約2000本の動画、無事なんでしょうか。私の動画2000本ぐらい上げてたんですけど、ニコニコに、データが消失したため、生放送に関係するですね、ニコニココミュニティというサービスがなくなっちゃう模様であります。徳愛よりの日刊現代と論調がまるで逆の夕刊富士、産経新聞社が今年いっぱいで廃刊だって。まあ休刊ってなってますけど、実質廃刊だわな。ライバルの日刊現代と東スポ、喜ぶどころか大ピンチだそうであります。3紙は休刊日を合わせてですね、新聞輸送代、まあトラックですか、3等分する事業協力を行っていたが、夕刊富士が抜けちゃうと2等分現代と東スポで2等分で負担しなくちゃいけなくなっちゃう。これ連鎖休刊に なるかもしれないですね。富士が倒れて、現代と東スポも、ついでに倒れて、世論です。もう新聞なんて電車で読んでる人いないもんな。スポーツ紙どころか朝日読売ですら厳しいもんな。最終的に政教新聞だけ残りそう。富士が抜けて東スポと現代で運送費2等分か、そりゃピンチだわ。連鎖でもう2紙もなくなりそうだな。もう別にいらんやろ。紙運んで売る時代は終わった。夕刊富士ね、実は2006年から赤字に突入してたんだって。10年前にはですね、関わる社員を100人から50人に減らしていたが、それでもダメだった。むしろ今までよく持ったっていうか、雇用は確保されるみたいなんで、ザクザクとかに力入れるんでしょうかね、今後は。紙に印刷して読ませるってことがですね、おっせえし、環境破壊だし、しゃあないっすね。日刊現代も連鎖休刊になるんでしょうかね。日刊現代だけ元気にずっと続けてられてたら、徳亜からの資金流入が疑われますね。おめえら中国共産党に援助してもらってないか、っていう疑いが、日刊現代が続けてられたらって話ですけど、エアコンなしには命の危険がある東京の夏、実際に昔より暑くなってました。1984年、40年前ですね。40年前から30年前の10年間、35度以上の猛暑日は年1回でした。30年前から20年前の10年間は、それが平均 4.2 回に増えました。2004年から2014年の、まあ、20年前から10年前の10年間は平均 5.0 回、2014年から今年までは年平均 8.8 回に8倍増しました。これ35度の日、がいきなりピョコンピョコンピョコンって増えたわけじゃねえから、全体にこう気温が底上げになって、
35度突破しちゃう、言うんでしょうね。子供の頃より暑いってのがデータでも証明されました。世論です。水も飲まずに皇帝10周したもんよ。武勇伝やな、このおっさん。地球はまだ寒冷期なのに、昔の甲子園25度ぐらいだったらしいね。30度ぐらいで光化学スモッグ注意報が出てた。30度になったらニュースになってたくらいだから、昔は扇風機だけで済んでたもの。学校にクーラーないのが当たり前だった。暑さもそうだけど、こんなに毎年毎年豪雨だったっけ。ゲリラ豪雨っていう言葉ができた頃なんですけど、いわきのですね、じいちゃんばあちゃんの会話がですね、じいちゃんですね、ゴリラ豪雨だっちと。で、ばあちゃんが、あららららら、おっかねえごどん、っていうのを思い出しました。何を聞き間違えたんだが、ゴリラ豪雨っつってました。で、ばあちゃんはゴリラが降ってくるような光景を想像したんでしょうか。そりゃおっかねえわ。お年寄りがエアコン使わずに熱中症になってしまうの、昔の涼しかった夏のつもりでいるからなんでしょうかね。昔扇風機だけで住んでたのを思い出して、今年も扇風機だけで行けるはずっつって、餅みたいに、餅なんですけど、年々これ飲み込む機能が低下してってね、老化。去年は飲み込めた餅が今年はダメだったっていうので、時効切るらしいんですけど、だから去年までは扇風機で入れられたけど、今年はダメだったっていう現象が起きてんでしょうか。小中高ってエアコンありませんでした、私の学校。でも熱中症で救急車呼ぶなんて事態は一回もなかったな。昔は30度超えで大変だってなってましたもんね。私の地域、今、の地域、夕べはですね、夜中の12時の気温が30度でした12時の気温が30度でした。アスファルトとビルが温まってて、蓄熱してから全然下がんないですね。皆様くれぐれも熱中症にご注意を。今日の単身です。人口が昨年より86万人減少、1億2156万人に。ちょっと前まで1億2600万人って言ったんですけどね。あっという間に1億2000万切るな、これな。これで15年連続減少と。少子化対策大臣とか言って、置いてっけど何の効果もないみたいですね。在日外国人は332万人で過去最多ってことはよ、日本人はよ1億1824万人しかいないことになりますね。松本総務大臣、国と地方が両輪となって少子化対策を進めていくとか言ってるみたいですけど、この15年間何やってたんだ自民党は。女性が家庭で輝かないと子供増えないでしょう。で、女性が家庭で輝くためには日本人の男の人の給料が高くないと養えないでしょう。女性と子供をね、女性が輝く社会をなんつって男から雇用を奪ってるなんてことに年間10兆円もつぎ込んでる自民党に子供増やせるわけもないですね。今後も望み薄です。自民党公明党にやらせたらの話。かといって共産立憲も論外なんですけども、大谷翔平選手、日テレと富士に自宅上住所を漏洩した不動産会社を訴える方針だそうであります。アメリカ基準の巨額訴訟、一体何億円請求するんでしょうかね。もう富士には二度と出ないとも言ってるみたいであります。そこは日テレも混ぜてあげて、もう日テレには二度と出ないって言ってあげてほしいな。共産党田村智子委員長、被爆国の日本が被爆の日を前に核使用を協議するなど絶対にやってはならない。半切れ記者会見。今年もそういう時期か。今年も広島とか長崎でパヨどもが騒いでですね、追悼の妨害するんですかね。日頃話し合いでって言ってんのに協議もダメってどういうこと。むしろ被害に遭った国なんだから真剣に話し合いしないといけないんじゃないの。あと被爆国だから協議しちゃダメっていう理屈がわかんない、全然。なんでなの。なんか全然わかんないですけど、飛躍だよね。むしろ2回落とされたから2回使っていいっていう議論もありますよ。むしろ
日本は2回やられたから2回やり返していいんだという議論もありますからね。というわけで、熱中症にくれぐれもお気をつけください。ついでにチャンネル登録もよろしくお願いします。デトックスジャパン。